アダム・スコット、アダム・スコット、アダム・スコット、1980年7月16日隊は、オーストラリア・デレード出身のプロゴルファーである。同じ年にあたるセルフィオ・ガルシアなどと並び、若手男子、プロゴルファーの中で最も顕著な活躍を見せてきた選手の一人である。2006年10月末に、アメリカ PGA ツアーの年間最終戦、PGA ツアー選手権で、 初優勝を遂げ、世界ランキングでも3位に躍進した。早くからタイガー・ウッズに強い憧れを抱き、以前、ウッズのコーチを務めていたブッチ・ハーモンに支持している。ことから、ホワイト・タイガー、ハット・タイガーと呼ばれることもある。2013年マスターズにて、自身初、長尺パター使用者として、初のメジャータイトルを獲得。スコットは、オーストラリアの英雄グレグ・ノーマンに憧れて、 ゴルフをはじめ、ジュニア時代から、顕著な成績を、数多く出していた。2000年6月、大学を2年で中退して、プロゴルファーに転校する。直ちに2001年1月の、アルフレッド・ダンヒル選手権で、ヨーロピアンツアーに初優勝を飾り、スコットは、大型新人選手の一人として、注目を集め始めた。1999年後半に19歳で一躍。 世界トップ選手に躍進したセルヒオ・ガルシアの刺激もあり、当時の若手選手たちが少しでも早い成功を求めていた時代背景もあったが、スコットはその中で着実な成長を続けていく。スコットのメジャー大会初出場は2001年の全英オープンであったが、2002年のマスターズに初出場で9位入賞を果たし、メジャー大会への挑戦も軌道に乗せた。 2002年は3月のカタールマスターズと8月のスコットランド PGA 選手権で欧州ツアーに年間2勝を挙げている。2003年のシーズンには7月末のスカンジナビアマスターズで欧州ツアー4勝目を挙げた後、アメリカ PGA ツアー大会でも9月初頭のドイツ銀行選手権で第1回大会の優勝者になり、アメリカで初優勝を果たした。 この大会はタイガー・ウッズがホストを務めるトーナメントである。2003年のプレジデンツカップで23歳のアダム・スコットはオーストラリアの選手として初めて国際選抜チームの代表選手に選ばれた。2004年からスコットはアメリカツアーに活動の拠点を移し、第5のメジャー大会とも呼ばれる3月下旬のザ・プレイヤーズ選手権で初優勝飾り、 世界的な評価をさらに高めた。このトーナメントの会場であるアメリカフロリダ州のプレイヤーズクラブオブソーグラス TPC オブソーグラスはアメリカで最も難しいゴルフコースの一つに数えられている。プレイヤーズ選手権の3ヶ月後にブーズアレンクラシックでも優勝し、この年はアメリカで年間2勝を記録した。2006年のスコットはメジャー大会でも成績を伸ばし、 全英、JA、オープンで8位に入った後、全米プロゴルフ選手権でメジャー大会の自己最高成績となる3位をマークした。PGA ツアーの年間最終戦、PGA ツアー選手権は年間賞金ランキング30位以内の選手しか出場資格を得られない大会である。スコットは2位のジム・フューリクに3打差をつけ、11、アンダーパー、マイナス11、269ストロークで、 初優勝を飾った。この優勝により、スコットは年間賞金ランキングを3位で終えた。しかし、2008年に車のドアで指を怪我した後に、趣味のサーフィン、ベークボードで選手生命を危ぶまれるほどの膝の故障を負い、2009年度は賞金ランキング108位、世界ランキング34位にまで転落した。2012年の全英オープンでは3日目を終え11。 アンダーの首位に立ち最終日も14番までは順調であった。しかし、15番から4連続ボギーを叩いて、アーニー・エルスにかわされ惜しくも2位となる。ゴルフウェアをユニクロと契約して臨んだ2013年の第77回マスターズでは、72ホール目を共に、バーディで終えた43歳、アンヘル・カブレラと、通算9アンダーで首位に並び、決着は、 宇宙のプレイオフとなった。プレイオフ1ホール目の18番ホールは共にパー。プレイオフ2ホール目の10番ホールでは、両者がバーディパッドに挑んだが、カブレラの約6メートルのパッドはカップの円に止まりパーだったのに対し、スコットは約4メートルのパッドを長尺パターで成功させた。長尺パターの使用開始から2年、32歳で自身初のメジャータイトルをダッシュして、 オーストラリア勢初、長尺パター使用者発のマスターズチャンピオンとなった。2014年5月19日月曜日発表の世界、ゴルフランキングで、タイガーウッズを抜いて1位となる。この週に開催された、クラウンプラザ招待で、ジェイソン・ラフナーとのプレイオフを3ホール目に決着さて、優勝して、テキサス州で開催される4大会はレロテキサス、シェル・ヒューストン、HP ・バイロン・ネルソン、 クラウンプラザをすべて制覇して、いわゆるテキサススラムを達成。2014年の第79回日本オープンゴルフ選手権競技で日本ツアーに7年ぶりに参戦し、通算4オーバーで38位体に終わり、この大会での賞金を更新の育成のために全額寄付した。なお、この年に彼はスウェーデン人建築家と結婚しており、 この大会が終了したその足で夫人と京都旅行に向かった。アーニー・エルス、ジャスティン・ローズとの親交があり、2013年にマスターズでメジャー初優勝のスコットがローズに、次は君の番だよと励まし、ローズは全米オープンでメジャー初優勝を果たした。ノーウィッキー、ノーウィッキー、ノート、2005年の日産オープンは天候不良により36ホールに短縮。 ジャド・ギャンベルとのプレイオフ1ホール目で勝利したが、賞金は加算されない。PGA ツアープレイオフ記録サンシャ社員ツアーとの、共催アジアン、ゴーツアー共催アジアンツアー共催。ノーウィッキー、ノーウィッキ,キー、ノーと2006年のシンガポールオープンは、天候不良で54ホールに短縮。3ホールのプレイオフの末に出されエルスを下した。欧州。 欧 o ツーアートの共催、欧州ツアートの共催、欧州ツアートの共催、欧州、欧 o ツーアートの共催。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。